太陽チャンネル。さあ、久しぶりの、水木しげるロードにやってきました。お化け？妖怪だよ。行ってみましょう。じゃあ行ってみようか。天気いいし気持ちいいよ。やめてよ。おしっこ。こんなのがいっぱいあるんだよ。ちっちゃ。怖い。怖い怖い。これ初めて見たかもわからんね。目玉の親父が。怒ってる。若者、若者。これ。してる。なんで？チューしてよ。怠け者になりなさいって書いてある。一旦もめ。トリさん。トリさん。ほら、だんだんこうでっかくこうなってくる。おー、進化してる。フクロウだな。そう食べられる。所沢がいるんだけど。あ、出た。ゲゲゲの鬼太郎のガチャ。猫娘。楽しい。いけた。何？かわいい。包丁持ってる。包丁。砂かけばば。ああ、逃げた。よいしょ。穴でかいな。一旦もめん焼き。この鼻に。はい、ガイドブック買いました。はい、で、スタンプを貯めていきます。あった。これだ。おお、できた。これがキッチン。あ、これうまくできた。いや、入った。あ、できた。こんな感じ。そう、目玉ってやつね。いや、目玉のお味は。そうそう、食べてる。おいしい。ランちゃんも食べてるな。おいしい。はい、次は妖怪楽園行ってみたいと思います。はい、ぬりっこくん。いただきます。さあ、何等かな。
お、あ、当たったの。やったー。5、あ、5だー。これもね、ちゃんと持っとかないとね。持っとくよ。翼、なんちゃんか隠れてるんだよもう。はい、ピース、ありがとうございます。あ、タッチタッチ。来たろ、どうだ、コロッと来たか。なんちゃん、怖かった。怖ない、馬車怖ない、うん、あったらいい。違うもん。かわいい。あ、一緒でした。一緒。あ、あ、ちょっと違うよ。じゃじゃーん。猫娘食べる。猫娘。パパパ。美味しい。美味しい。柔らかい。はい、水木しげるロード以上ですけど、どうでしたか。面白い。面白かった。ということで、また機会があったらね、来たいと思います。はい。ということで、太陽チャンネルでした。